どうも、酪農家のたくまです。僕たち酪農家の仕事って普段牛を飼ったりとか、まあ、機械に乗ったりいろんなことしてるんですけど、そんな中でですね、結構まあほぼ必須っていうぐらい重要になってくるスキルがあります。それはですね、じゃーん、これ紐なんですけど、この紐をいろんなところに結んだりするロープワークの技術です。普段はこの紐を使って牛を捕まえた時に逃げないように結びつけたりとか、柵が壊れちゃったなって時とかにギュッと結びつけて応急処置したり、物を運ぶ時にトラックに荷を締めたりとか、いろんなロープワークをしています。で、このロープワークなんですけど、このお仕事の現場だけじゃなくて普段の生活の中でも十分活かせる機会があります。なので、これを見てくださってる酪農関係者の人は、あ、そんな結び方もあるよねとか感じで見てもらえばいいし、全然酪農と関係ない人でも今アウトドアとかがブームになってきてるんで、そんな時にですね、いろんな紐の結び方をしていると結構便利なんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はたくまのロープワーク講座第1弾として金結びっていう結び方を皆さんにシェアしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、というわけでとりあえず今から一回その金結びっていう結び方をやってみたいと思います。この結び方簡単なんで、ぜひ知らない方は覚えてもらえると役に立つと思います。それではやってみます。はい、これで OK です。これが金結びっていう結び方になります。もう引っ張っても解けません。それではこの結び方を今から説明していきたいと思います。それではですね、今日はこの横棒にこのロープを結びつけていくんですけど、まずこのかけたいところにロープをかけて、ロープの端っこを持ち上げます。持ち上げたら、最初にかけた左手で持っているロープの上を通して交差させて、もう一回垂らします。最初にかけたロープの左側を通って持ち上げて、上にあるロープと下にあるロープの間を通して、あとはギュッと締め上げます。はい、もうこれで外れることはありません。どうでしょう、結構簡単ですよね。ぐる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 紐を巻きつけるだけで、こういう風にしっかり止めることができます。まあ実際僕が現場で使うときは、端っこをこうやって通すんじゃなくて、この途中2つ折りにしてこんな風に結びつけています。こうするとこの端っこを引けば簡単にロープをほどくことができます。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、ロープワークで金結びという結び方を紹介しました。この結び方のいいところっていうのは、見てもらった通りロープをぐるぐる巻きつけて間に挟んでキュッてするだけなんで、とても簡単で素早く結びつけることができます。まあ、牛を引っ張ったりしてどこか棒に結びつけたい時とかって、手早く結びつけなきゃいけないので、こういう結び方はとても便利な結び方だと僕は思っています。はい、それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。